We thought we'd be in Central Park って、あのセントラルパークで本当はインタビューする予定だったんですけど、他のメンバーのセブンに関しての感想ですね。New music.Thanks to the Army and Support and Energy Army のサポート支援とエネルギーのおかげです。アーミーに最後どんなことを言いたいですかっていうふうに聞いています。I love how the song and music video turned out. I love how the song and music videos turned out っていうのは。Hi guys, welcome back to my channel. 今日はですね、ジョングクさんの、GMA ですね、デビュー曲をアメリカの朝の音楽番組というかニュース番組で披露したんですけれども、そちらのインタビューを英語でジョングクさん受けておりまして、アーミーについても言及して、他のメンバーとかのね話もありましたので、こちらの英語訳をして見ていきたいと思いますので、最後までついていってください。都内でビデオエディターモーションデザイナーをしておりまして、大学でイギリス留学をしておりました。はい、始めていきましょう。 MV のリアクション分析もしてますので、ぜひご覧くださいということで、 Let's get started!このスタジオで、もう本当 BTS っていう音楽の、グローバル音楽現象になってる BTS のジョングクさんをスタジオにお迎えして、とてもワクワクしていますって言ってますね。はい。We thought we'd be in Central Park って、あのセントラルパークで本当はインタビューする予定だったんですけど、天候がねかなり急激に変わってしまったのでということで、 The weather had other plans ということで for us ということで、スタジオにてお送りしますというふうに言ってます。 It's good to see you as Koreans would say パンガプスミダ。 It's good to see you っていうのは、まあ、お会いできて嬉しいですって、韓国語であの、まあ、パンガプスミダって言いますよねっていうふうに、こちらの MC のホストの方が言ってくれてますね。You performed so well out there っていうのは、外であのパフォーマンスをしたんですけれども、すごくパフォーマンス素晴らしかったですよ。で、before the severe weather hit っていうのは、もう天候がね急激に変わって雨が降ってきちゃったみたいで、まあ、天候が変わる前にね、すごく素晴らしいパフォーマンスありがとうございますというふうにおっしゃってますね。What's it like? What do you want to say to your fans who camped at all week? 一週間こうやって楽しみにしてくれたファンの皆さん、アーミーの皆様にどんなことを言いたいですか、どんなメッセージをあのジョングクさん持ってますか、言ってありますかっていうふうに聞いてます。で、韓国語で答えて、英語訳がこの後に来ます。エナジー좋아서막하고싶었는데이게오늘은좀He basically said thank you to his fans for camp.He basically said, あのジョングクさんはとりあえず本当に1週間楽しみに待ってくれた皆さん、ファンの皆さんにありがとうと伝えたいです。キャンピングアウトっていうのは本当にキャンピングしてテント張って外で待つみたいな直訳もあるんですけども、何かの、ね、楽しみにして期待して待つみたいな、フレーズでもあります。はい。 Excited about the energy and that he wanted to be able to you know, sing for everybody but... うん、そうですね、ファンの皆さんのエネルギーエナジーが素晴らしかったのでって言ってますね。で、あの皆さんにね、ファンの皆様に歌うことができるのを楽しみにしていたというふうに言っております。もう一つ聞きたいんですけどって言って、 I know that some of your BTS members have heard you sing. BTS の他のメンバーはあのジョングクさんがね歌うのを聞いたことがあると思うんですけれども、 Think of your new music. What do they think of your music? ということで、 BTS のね他のメンバーはジョングクさんの新曲についてどのように思ってますかっていうことですね、を聞いてます。他のメンバーのセブンに関しての、 あの感想ですね。 New music. They loved it って言ってますね。もうめっちゃ気に入ってくれましたって他のメンバーはって言ってますね。うん。That's a good review for them. That's a good review for them. ということで、good review ってのはすごいいい感想ですねって言ってますね。メンバーの感想すごくいいですねって。はい。Jimin's in town too, right? I know Jimin is in town too, right? って聞いてるんですけど、Jimin くんが今タウンにいますよね。ニューヨークに今現在いますよねっていうふうに聞いてまして。Jimin 씨도와있죠오늘. Oh yeah. Yeah.
Ah, yeah, in New York. って言って、ニューヨークにジミン君いるんですよって、はいって言ってますね、ジョングクさん。So, you've collaborated with Coldplay and with Charlie Puth and your new... You've collaborated with Coldplay and with Charlie Puth って言ってるんですけど、Coldplay で Universe の曲でコラボがあって、その後にあれですね、あの、Left and Right とかだっけな、Charlie Puth の。あのコラボ曲もあってコラボされたと思うんですけどって言ってますね。New song 7 is a collaboration with Latto. How great! And your new song 7, あの新曲の7はラトさんとのコラボ曲ですけれども。Was it to work with that Grammy-nominated singer? このラトさんっていうグラミーにもノミネートされているシンガーさん、まあラッパーさんでもありますけれど、コラボするっていうのはどれだけ素晴らしいことだったんですかっていうふうに聞いています。It was amazing, 素晴らしかったですって言ってますね。Lotto was the perfect fit for the song. That was the perfect fit for the song. The perfect fit for the song って言ってるんですけど、ぴったりなコラボだったっていうふうに言っておっしゃってますね。これちょっと韓国人の独特の That was, That が結構長くなるんです。That was the perfect fit for the song.ここは結構ネイティブなんかフレーズだなと思ったら I love how the song and music videos turn out っていうのは曲とミュージックビデオがどんなあの最終的に出来上がったものが本当にあのすごく好きですっていう I love how the song and music video turn out turn out っていうのは何かがこう最終的に完成してこうなるっていうあのもうフレーズなんですけども、まあ、最終的に出来上がった楽曲とミュージックビデオの出来にすごく満足してますっていうようなニュアンスの英語ですね、うん、We saw the music video, it's very exciting We saw the music video, it's very exciting ミュージックビデオ見ましたけどめちゃくちゃワクワクしました Billions of views already. So what's... And もうすでにあの数千万回言ってるんですけど再生回数がっていうふうに言っててFor the severe weather hit, we recorded a few performances and you were able to sing. で、あの、天候がね、悪化する前に、before the severe weather hit, and we recorded a few performances. あの、天候変わる前に何曲かパフォーマンスを撮りましたけれども、Seven, which debuted... you were able to sing Seven, Seven を歌って、Midnight, and it's already getting... で、Seven は、このアメリカのね、深夜にデビュー、リリースされましたけれども、いつ Already getting millions of views. もうすでに数百万回、数千万回の再生回数をヒット、あの、を叩き出していて、Let's check it out. ちょっと見てみましょう。ということで MV が挟まれるってわけですね。で、戻ってきて、スタジオに戻ってくるんですけども。Here in studio, here in studio, that was such a fabulous performance of Seven. Seven の素晴らしいパフォーマンスでしたというふうに感じでスタジオに戻ってくるわけですね。だから事前に撮っておいてスタジオを今生で流してる感じかなっていう感じです。You know the video debuted at midnight and it's already gotten 18 million views. もう1800万回常に叩き出してますけど。深夜に出たばっかなんだけどってことで、あ、朝だよね。ほんの数時間でっていうことですね。数十、8時間ぐらいかな。You were so great in your performance っていうことで、この、今回のパフォーマンス。本当に素晴らしかったです。Thank you for debuting it on Good Morning America ということで GMA ですね。GMA でデビューしてくださって本当にありがとうございますっていうふうにおっしゃってくださって。What was your final thoughts you want to say to your fans? ということであの BTS のファンですけれども、ARMY に最後どんなことを言いたいですかっていうふうに聞いています。こちら見ていきましょう。그나마무대굉장히열심히잘끝낼수있었던것같고오늘뿐만이아니니까기대많이해주시고오늘너무감사했습니다덕분에で翻訳きます。で、あのパフォーマンスをねすごくうまくできたので、あのすごく満足していますし、I could really enjoy really well。めちゃくちゃ自分自身もすごく楽しめましたって。Thanks to the army and support and energy. Army のサポート支援とエネルギーのおかげです。
Thanks to ですね。This will not be the end, so I look forward to my upcoming performances. This will not be the end. 最後、これがね、終わりじゃないので、So I hope you to, I hope you look forward to ですね。あの、皆さんが、これから upcoming ですね。My upcoming performance。これからまた控えているパフォーマンスを楽しみに待ってくれると嬉しいなと思います。ということで言ってますね。Well, thank you so much for coming today. Thank you so much for coming today. ということで、今日は、お客さんに対してね来てくれてありがとうございますっていう風にジョングクさん言ってますね。まあ、韓国語で言うと감사합니다ですよねっていう風にこちらの方言ってくださってて、でジョングクさんもまあその公園をねセントラルパークを避難しなきゃいけなくなっちゃった前に何曲か歌ったんですけど、そしてちょっとここでお笑いを挟んできてジョングクさんはちょっと今ダンス踊って乗っちゃってますけれども我慢できないんでしょうか。He can't help himself and he's going to perform the hit single that debuted at number one on the Billboard Hot 100. で、あのこのビルボードのね、Hot 100で1位でデビューした曲をこれからパフォーマンスしますって言ってて、Ladies and gentlemen, is Dynamite. This で、こんばんは、Ladies and gentlemen, 皆様、こちら、Dynamite の披露です。どうぞっていう感じで、Dynamite の披露があるわけですね。でこれが以上なんですけども、今回ねアーミーの、皆さんにもメッセージがあり、楽曲に対する BTS メンバーの感想とかもありましたので、すごく自分も聞いてて面白いなと思いました。ちょっとまだ翻訳がね出ていないので自分でやってみようと思って今回動画作りましたけども、これ参考になったとか面白かったなと思えばぜひいいねボタンのクリックとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。MV のねリアクション分析も映像クリエイターならではの映像の視点からと、で英語の歌詞の訳もねつけながらリアクション分析めちゃくちゃ楽しい感じでやってますので、そちらもぜひご覧くださいということで、 Thank you guys for watching. Stay safe and healthy. See you guys in the next video ということで、アンニョーン。I can't say that life's been perfect or complain cause life's been worth it.